皆さん、こんにちは。根本生体ストレッチスタジオの委員長の根本です。今回、こちらの動画では、私は最近、こちらの YouTube チャンネル、1000人以上の方がご登録されていますが、こちらのチャンネルで、ちょっとしばらく配信をお休みしていたので、久しぶりに動画を撮ってみました。でちょっとここ1ヶ月、かなり忙しくてですね、私のブログなど、LINE とか、 メルマガとか読んでる方はご存知だと思いますが、えっと、ここ1ヶ月ですねかなり忙しかったのは私の長女娘の方がレスリングの世界選手権の代表でブルガリアの試合に参加するということで本人の調整とかですねまた市長表敬川崎市の市長表敬の方もご訪問させていただいて私も帯同してそういった対応とか あとは地元メディアの方に複数掲載していただいたのでそちらの方も私の方で取材やインタビューもやらせていただいたりとかそういったことが諸々も重なってですねちょっとこちらの方で皆さんにお伝えできなかったので、まあ、今回ちょっとまとめて動画でお話ししていきたいと思います娘の方はですねおかげさまで世界選手権の方出場できてですね、えー、まあ銅メダル の方を獲得することができました実はこの世界選手権、まあ、高校のですね16歳17歳のカデットという枠組みで行われたのですがブルガリアの方でですね今ちょうどまだ今日帰ってくるんですけど日本人がとにかく強くてですね女子はもう6年連続、えー、総合優勝しているとそうです。50カ国ぐらい参加する 大会になりますが、まあ、そちらのです、ね、日本代表ということで選んでいただいて、まあ、本人も国際大会が初めてでしたので、まあ、かなり緊張して、えーまあ、私もですねなんとかメダルを取らせたいということでもう試合の直前まで,です、ね、整体をやったりとか、まあ、アドバイスをしていました、まあ、試合期間もですね娘と LINE などもつながったので 本人からいろんな不安、不安の要素もあったので、そ、そこもですね、えー、LINE で、まあ、返信したりとかっていうこともやって、まあ、なんとかですね、勝ち上がることができました。初戦の方は、ブルガリア、現地の選手で、まあ、そちらの方はですね、10対0で勝利することができたのですが、2回戦で、準々決勝ですね、こちらでもう優勝候補の中国の選手と当たりました。 中国の選手がですね、かなり強くて、まあ、結局その後の大,あの大会でですね、台風の目になって、準決勝も30秒ぐらい、決勝も30秒ぐらいでですね、勝ってしまうぐらいすごい強い選手でしたが、その中国の選手とも接戦でですね、まあ、最後の最後まで、実は娘の方がリードしていて、その十秒後、十秒前ですね、試合終了10秒前に自分から攻めて、 逆転負けということで、まあ1日目にですね、負けてしまったわけです。ただその選手がですね、決勝まで行ったということで、2日目にですね、敗者復活戦でルーマニアの選手と戦うことができました。ルーマニアの選手もですね、実は中国の選手を苦しめたので、まあちょっと厳しいかなと思ったんですけど、7対0で勝利し、そして3位決定戦ですね。こちらの方は、ロシアの選手と、 激突しましまたロシアの選手は去年のですね世界選手権で、まあ、銀メダリストになるので、まあ、娘もナーバスになって動画を見直したりとかしていたみたいですが、まあ、試合が始まったらですね、えー、もうちょっと余裕がある戦い方ができるのかなと思ったら3位,の3位決定戦はですねロシアの選手は1試合だけで娘はその日にもうルーマニアの選手とですね やって2試合こなさなきゃいけないということで、も体力も少し落ちていたと思います。まあ、試合の方はですね、本当に接戦で、えーまあ、1点差ということでですね、えーまあ、これは逆に最後の10秒で逆転勝ちすることができました。まあ、本当にですね、そこでほっと親としてですね、まあ、ほっとしたのが正直なところです。まあ、この試合でですね、ほとんど日本人の女子の選手はメダルを獲得して、 やっぱり、6年連続ですね、総合優勝ということで、メダルを何としても取って帰りたいという気持ちがあったので、最後はですね、気力で勝ったのではないかと思います。まあ、今回の方ですね、皆さんに少しでもお伝えしたいのが、実は、ほとんどですね、えー、皆さんも知っている通り、レスリング、女子レスリングは、私学館大学系の、まあ、ほとんどレスリングのために寮に入って、 レスリングをしている高校生、大学生の、まあ、名古屋の方で活動されていますが、そこ、そこのチームの選手などが多かった。娘はですね、えー、一般の、えー、高校で、レスリング部員も少ない、10名もいないぐらいですかね、そういったところでやって、女子に関してはもう本当に、えー、4人ぐらいしかいないチームですので、 スパリングもです、ね、限られた中でやっていいいかななきゃいけない、まあ、そういったところで私がですね自分の強みであるパーソナルトレーニング、まあ、これをですね娘とまあ本当に寄り添ってやってきた部分もまあ影響したかなと自分では思っていますパーソナルトレーニングでまあ筋トレをですね強化して外国人選手に当たり負けしない体力とパワーというところを 指導ででできたとということで、まあ、そこのとこそのろはですねスパーリング不足を補ったりとかあとは、まあ、学校の方も特進クラスということで、まあ、本当に、えー、実はもう試合の1ヶ月前もですね1週間とか試験,試験前には練習がですね、えー、出れない状態になってまた試験の時もまた1週間近くですね え、勉強をしなければいけないということで、まあ、10日から2週間ぐらいですかね。全くレスリングの練習がほとんどできないという状態もありました。そこで、まあ、私がパーソナルトレーナーやっているエニタイムフィットネスで、娘は、えー、まあ、試験期間中もですね、教科書をこう、トレッドミルに置いて走ったりとか、とにかくフィジカルの部分は落とさないようにということで、私の方で、 トレーニングが続けて、続けた方がいいよということで、本人も頑張ってやっていました。まあ、これは今までの娘に姿勢で見られなかったことなので、まあ、本人がですね、やはり日本代表ということで、まあ、プレッシャーを感じてですね、やっていたのではないかと思います。まあ、こういったことをですね、工夫することで、強豪校の選手じゃなくても、まあ、先生は素晴らしい先生でですね、えー、やっておりますが、やはりまあ特殊な えーまあ、本当に中国の選手とかも、まあ、生活をかけてやっていると思いますがそういった選手とでもですね争っていけたというところで、まあ、フィジカルトレーニングのノウハウを、まあ、娘の方に私も試しながら、まあ、今後地域でもですねそういったトレーニングを普及させていきたいと思っていますこういった動画をですね長くお話しすることになってしまいましたがとにかくやはり 自分の与えられた環境で結果を出さなければいけないということは、まあ、環境をなかなか変えられないんですけど、その中でもですね、自分でできることをやっていこうということで、まあ、家族一丸となってやってきた部分もありますし、そういったことをですね、まあ、動画の下のリンクの方にですね、あの、まあ、実際の試合とか、新聞の記事も掲載されたのも、ブログにアップしていますので、そちらの方も、 参考にしていいただければ幸いですそれでは最後まで今日は長い動画になりましたがご覧いただいて本当にありがとうございました。